guys, what's up? This is the show! ってことで、今日のね、YouTube は、GS のスキーがね、Doing っていうね、会社から送っていただきましたんで、やばいね、これ、アドミックのこの GS の、もうね、スーパー選手用らしいんですけど、こちらをね、ゲットしましたので、このスキーを履いて、まあ、ヘルメットも被ってね、今日ね、まあ、怪我ないようにね、久しぶりにちょっとこう、GS ってあの、大回り。今まで滑ってたのは小回りが結構多かったと思うんだけど、ちょっと大回り。で、このスキーはね、もう本当にまっすぐなんでね、しっかりこう、ある程度速度を出して、ね、こう、なんつうの、体重乗っけてあげないとスキー回っていかないんでね。ただこう、体重乗って、スキーに圧加わって、こう、カービングしていく感覚が、大回りは大回りでめちゃめちゃね、多分気持ちいいと思うんで、その感覚を今日味わえたらいいね、久しぶりね。あと、多分昔、俺が現役の頃の GS とは全然違うんだよね、また。なんか、なんだろうな、この進化したスキーを履くのも、すごい楽しみですね。はい、ということで今日ね、まあ、怪我なくね、滑っていきたいと思います。Let's get it!よっしゃ、まさか40歳にしてね、このスーパー選手用のスキー履くとは思わなかったですけど、ただ現役の頃はもう夢くわえて見てたアトミックスキーなんでね、世界のアトミックスキーの GS を履けるんで、これはマジでテンション上がるですね。ってことで、じゃあ GS ね、アトミック、じゃあ初スキーいきます。OK, let's go!なんかすげえ振動、説明会の振動を拾ってくれるからすげえ楽、もう乗ってるだけでしっかりこうセンターに乗ってあげて軸しっかりブレーズに乗ってあげれば帰ってくるもんね。いやー驚いた、やばいわ。いやーこれは、いやすごい、やっぱね、でもスキーの基本は大回転なんで、やっぱりこう今ぐらいの大回りでしっかりこうスキーのセンター乗ってカービングでスキーが走る感覚、これはもうアルペンスキー最高ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
せいか、いつも山であんま声かけられないんだけど、いつもの10倍ぐらい声かけられるしね。なかなかゴンドラに乗れないっていう、さっきからずっと。次は、GS の時期入ってたんですけど、これ短い。これ、スラローム好きですね。じゃあ、行きますか。Get! Get it! Hey!スキー履いてまだ10分も経ってないですけど、ですぐ SN スキー履いたらいつもよりもやっぱりまず絶対スピードが上がってんのと、やっぱこう土台のタイミングがなんか感覚いいね。これはやっぱり GS 大事だね。大回転があって小回りがあるね。なるほど、学んだ改めて。何のために学んでるのかわかんないけど、学んだ、40して学んだ。最高。今年あと何回来れるか分かんないけど、とりあえず今年初の気持ちよくターンさせてもらえてます。やっぱスキーはね最高っす。そして今日もカメラマンは黒沢さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ。ってことで、今日の、ね、動画が面白かったと思う人は高評価とコメントね。あとうちのスキー場に来てほしいって人いたら、
ブッキングのメール貼っておきますんで、ぜひうちのスキー場来て、あのショースキー滑ってくれって人いたらぜひお待ちしてますんで。 OK ってことで、またね次回の YouTube でお会いしましょう。サイドラップ、サイドラップ、サイドラップ、2023年より新しくねショーのファンクラブがスタートしました。そして先着100名様にはこちらの限定ステッカーもプレゼントしてます。限定ブログ、限定ライブ配信などいろいろやってますんで、特典も盛りだくさんです。詳しくはね概要欄より入れますんで、ぜひねショーのファンクラブ一緒に盛り上がりましょう。 It's time